1943年から1945年頃に使われたヒンデンブルク島自衛グロフィー製 M73 艦島。ドイツ連邦軍で使用されたもの、ヒンデンブルク島は第一次世界大戦中に残豪内で用いるべく開発された照明器具である。その通称はドイツ帝国陸軍参謀総長パウルフォン・ヒンデンブルク将軍に由来する。第二次世界大戦頃には 防空壕への避難時や、10日完成時、停電時に用いる、非常用照明としても用いられた。直径5から8センチメートル、深さ1から1.5センチメートル程度の皿で、形状は、広口瓶の蓋とよく似ている。材質は発水性と強度を確保するために油脂が染み込まされた厚紙である。皿の中には、籠状の牛脂が満たされており、 中央に立てられた幅広かつ短い芯に火を灯すと、照明として数時間使用することができた。火の熱によって牛脂が溶け始めるので、長時間使用する場合は何らかの支えを加えて芯が倒れないようにする必要があった。後に、ヒンデンブルク島を発展させた、関東が発明された。これは、ブリキカンにローを満たし、支持具付きの日本の芯を立てたものである。 両方の芯に点火すると幅の広い一つの炎になり、一本の芯だけを用いた時よりも明るくなる。関東は非常用照明として現在でも販売されている。ドイツ連邦軍でもランタンセットの一部として長らく使用していた。現在広く使用されている T ライトもヒンデンブルク島と類似した構造を備えた照明器具である。ありがとうございます。